やっていきましょう。今日もなんか一気にねビビビビ通知来てるでしょ、はい、今日何をやったかというとですね、うち の, あのファンドから21億円の出資ということでですね、うん、リリースをしたわけですけれども、うん、もう斉藤さんね、あのうちあの本拠地が、まあ、本なんて言うんだっけ、本社が、うん、本社があの香港なんですよね、うん、香港で、まあ、世界中から上がる利益っていうのをその投資に回すっていうような、あの全部キャッシュフローになってるんだけども、うん、あのそこでね、あの管理をしている、まあ、言ってしまえば秘書ですね、あの先月1週間ぐらい前からですね、あの金融投資の部分を全部1回引き上げてくれというふうに言ってたわけですよ、はい、で、あの、まあ、金融投資も2種類あって、例えば不動産とかって長期投資じゃないですか、うん、だから、まあ、そんなすぐに現金ができないというところで、まあ、そこの長期投資の部分は置いておきながら、短期投資の部分ね、うん、あの例えば株式だったりとかっていうのを1回引き上げて全部キャッシュに変えて、でそれがなぜかということを今日リリースしたわけですよね、うん、あの21億円とね、それを今までいろんな財団の資金とかっていうのをこう海外に俺今までやってたんだけども、そろそろ国内に行こうと、なんでかっていうと国内が大チャンスなわけですよ、はいはいはい、はい、で、もう言ってしまえばですね、あの21億円ね、今回コロナで、いろんな事業者が困って資金繰りに困ってる中、うん、まあ、国は融資としてしか出さないということで、はい、うちはもう投資として出すと、うん、で言ってしまえば潰れたら倒産したらもうそのお金はいらないよと、うわ、いらないよと、優しい、ね、逆にあの融資っていうのは潰れたとしても返済が必要だから、うん、まあ、破産をしないといけないとか、はいはいはい、めちゃめちゃリスクがあるんだよね。だから経営者からしたら、あれ、じゃあリスクがなしでお金をもらえるのっていうふうに思うわけじゃないですか。で、俺からするとですね、あの 俺とかじゃなくていろんな投資家、うん、多分思ってるのが今めちゃめちゃお買い得なわけですよ。バーゲンセール昨日もあなた誕生日で、あの昨日レストランに行ったでしょ、はいはい、でそのレストランで俺何て言ったか覚えてる、わ、この店買うか買うかってね、ファミチキ買うぐらいの、ファミチキ買うぐらいの感覚でね。今何かっていうと、もういろんな事業者ってもう喉から手が出るほど資金が欲しいと、うん、でその資金の調達ももうこれ一番終わり、あの分かんないのが終わりがないのよ、コロナって終わりが分かんない、はいはい、確かに終わりが見えてれば、じゃあいくら融資を受ければ、ね、銀行から借り入れをしてやれば、あ、じゃあ生き延びれるなって分かるんだけども、うん、じゃあその借り入れをしたけど、じゃあ3ヶ月分の、ね、運転資金を借り入れたけど5ヶ月かかるっていう場合もあるわけじゃん、うん、で、そうすると経営者からしたら借り入れってリスクだよね、うん、分かんないから、で、5ヶ月で結局倒産したとしてもそれって、ね、自分のあれになって、責任になってしまうので、はいはい、そこでですね、うちが投資をするっていうふうに、ツイッターとか結構来てるんでしょ。だいぶ来てる。だいぶ来てる。だいぶ来てる。いいんですかみたいな。いいんですかって言ってんだけど、いや、ここ。いいですよって言うのが俺、違うし、のあのね、みんなちょっと誤解してるのが、逆に言うとね、投資って怖いんだぜっていうふうなことを全然分かってなくて、今日はね、そのことも含めてやっていきたいと思うんだけれども、確かに資金調達として経営者のリスクはないんだよね、うん、でも経営のリスクはあるんだよ、はいはい、なんでかっていうと株式会社って誰のもの、株主のもの、もう分かってきたね、うん、そうですね、まあ、そんなことも分かんなかったからね、はい、株式投資っていうのは株主のものなんですよね、はいはい、で株主のもので利益っていうのはじゃあ誰のものって言ったら株主のものだよね、でそれは当たり前だよね、だから結局じゃあコロナが原因で倒産したら、まあ、それはしょうがないよってなるんだけども、うん、もしそれ倒産しないでまたうまくいきそうって時は、うん、てめえは本当配当渡せよっていうのが投資ですからね言い方はね言い方はこれちょっといやいや本当そうです、はいはい、みんななんか当たり前にボランティアでお金くれると思ってるけど、はいはい、資源だから今お買い時だからそうやって資金をね、金融市場に入れるよりもその事業市場に入れた方がいいっていう判断であって、うん、こっちもビジネスだから、うん、だからこそやってる、みんなすごい、竹山さんすごいみたいになってたでしょ、来てたよ YouTube とかも、あ、うん、YouTube もなんか、インスタという、Twitter とか、あとリリースもそうだし、うん、竹山さんこの27歳すごいねって言ってるんだけど、いや、ちげえぞと、ボランティアじゃねえんだと、あれ違うんですか、あれ普通に投資だから、金儲けだっていう話、ばらまくんじゃないの、違う、あのばらまくっつったってさ、何さんか知らないけど、なんか1億円のお年玉企画とかやらないから、普通に、なんなんて思った桁が違えんだよ、まあ、確かにね、桁は違いますね、21億、まあ、うちの、内部留保から言うと100億円ぐらいかな、そんぐらい円でね、うん、あるわけなんだけども、その 20% ぐらいだよね、それを、ねうん、今回全部、こっちに、うん、引き上げるということでやっていきますけれども、はい、今回ですね、何を言うか、まあ、そんな中でもね、ちょっと俺が感動したことがあったわけですよ、はいはい、珍しい、あんまりしない。いやいやいや、するよ。いや、これはね、結構するよ。
いろんな会社の社長から資金繰り難しいですけどもぜひ来てくださいと言ってね、はいはいはい、決算書だったり、ね、バン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 今来てる、うん、今この状態に来てるわけだけども、ここで俺がちょっと泣きそうだったのはね、どっか副社長だったのその人は、うん、で副社長で、まあ、大手居酒屋のチェーンだね、年商も何十億ってあるような会社で、今みずほ銀行からの融資もやってんだけど、それでも今銀行めちゃめちゃ出し渋ってるよ、うん、だから難しいっていうところで、まあ、追加で投資を欲しいっていうことで、うん、もう投資でいいと、そう、それで、お話をいただいてんだけども、はいはい、そこにの、ね、文の中に書かれたのがもう社員何十名、もう100人近くいる会社なんで、うん、100名を100名近くを路頭に迷わせるわけがいきませんみたいなことをね言って、自分が借金してでも、うん、ね、分かる、その路頭に迷わせない、そのメールをその社員に見せてあげたいぐらいの、うん、本当にいい経営者だなっていうような熱いメッセージをいただいてですね、うん、まあ、そこでその人の今決算書を待って判断する予定なんですけども、まあ、何かっていうとね、本当にね、まずちょっと投資の話から一旦2分ぐらいちょっと違うこと話させて、何かっていうとね、俺一昨日めちゃめちゃ切れた時期あったじゃん、もう前者に言った今店舗とかで、あなた笑ってるけど、あなたもいたんでしょ、そこにバーベキューの欄、そう、バーベキューの欄今うちっていうのはね、システム事業とかマーケティング事業とかでもうこんなね、おかげさまでみんなもう世界中で儲からせてもらってるけども、ただね、その店舗事業とかさ、うちも何十店舗で美容院とかね、エステサロンとかやってるわけで、はいはい、全部それをさ閉じたじゃない、ね、閉じて、じゃあその閉じたらさ、閉じた中でもやれることってあるじゃん、メニューの改善、研修だったりとか、あとはね、なんか PR でコンテンツを作るだったりとか、で俺もその日の朝、日曜日の朝に、あなたもいたよね、朝っぱらから、はい、夜中まで丸1日撮影だったわけですよ、ね、それでちょっとインスタを開いたら、なんかちらってね、そのバーベキューやってるっていうのは見えたわけですよね、ストップして、こうやって見てる、あれ俺が切れて、もうそのマネージャーに言って、お前らね、日曜日に閉じるっていうのは俺そんな緊急事態宣言とか出す前からもう1週間くらい閉じてたわけね、うん、もういいよいいよ、もう4月からやんないでいいよ、でもやれることをさ、普通の経営者って自分の身をね、そうやって自分が借金してでも路頭に迷わせないっていうめちゃめちゃな愛がある中ね、そいつらはもうそいつらって言うよ、あなたもだよ、ね、あなたたちはね、バーベキューをのんきにやってるわけですよ、わかる、それはさ、それはもう関係もうここら辺からプチってなりそうだったぐらい切れて、もう全員お前らその遊びじゃねえんだとね、普通になんだっけ、地獄に落としたっけ、もうなんか本当にああいう言葉を考えるのめっちゃ早いのね、なんだっけな、このリストラ時代に地獄見せんぞみたいな、そんなのんきやってるの、このリストラ時代に地獄見せんぞっていうのをね、いや言わせてよ、あれはね、俺らの会社はたまたま儲かってね、たまたま生き延びてるっていうところはあるけどさ、ね、それが本当に、ね、いただいた居酒屋の、ね、チェーンの社長みたいに銀行を走り回ってね、みんなのために、みんなの家族のためにって路頭を迷わせないって言ってる中、ね、自分たちがペッペラペーネってバーベキューしてたらそれは切れるだろうと、でそれがね、昔だったらいいのよ、うちの親父もさ、経営者でさ、まあ、社員の面倒を見たわけ、言ったわけだよね、でそれってさ、なんだかんだね、その会社に骨をうずめるみたいな社員もいるから、そういう時代だったら俺は分かるのよ、でも今っていうのさ、なんかちょっとお願いしたら残業だ、インセンティブだ、なんだワークライフバランスだとかね、働き方改革だ、てめえらそんなこと言ってね、全部リスクをこっちに置いて、で自分らはバーベキューしてるわけよ、ふざけんじゃねえと、いやこれはね、うちの社員じゃなくてみんなの経営者の、だからこれ終わったら経営者の会やろ、みんなで言い合って、みんなで大変だよね、本当経営者ってねって、本当ね、だから経営者の視点と本当にみんなの視点って合わないのよ、全体に、だからこれがね、一番ね、まあ、イライラするとこだよね、まあ、こんなのはただみんなちょっと分かってあげて、本当経営者の皆さん、みんな今ね、みんな苦しいんですよ、個人事業主の方もそうだけども、本当に苦しくて、ね、それで走り回ってるんですよ、銀行、うん、その中に、ね、なんか自分たちのできることってやっぱ最大限やらないといけない、みんななんかリモートワークだとかね、自宅でとかね、みんなカートゥーンとかなんか見てるでしょ、アニマルプラネットとか知らないけどさ、カートゥーン懐かしいそんなの見てるんじゃなくて、まずはじゃあ、ね、
このコロナの後にどういうものの巻き返しができるのとかさ、いろんな施策を考えて自分からこうやっていきましょうみたいなのを見せないと、本当経営者の人首つっちゃうからね。だってその人考えてみる、うん、自分が借金しても路頭に迷わせないって言ってる人って、そういう人がやっぱ真面目なんだよ、うん、やっぱりね、経営者って結構細かい人が多いから真面目な人が多いのよ、うん、で、そういう人って首つっちゃうんだよ、マジで本当に首つっちゃうんだよ。それはちょっとね、だからその人は多分地獄になんて言わないもん。そうそうそう、だからみんなが、いやいいんだよ、そんな頑張んないでいいんだよって言ってあげることは一個重要だと思う、うん、俺はみんな、あの経営、みんなさ、なんかその雇われ側の立場からものを、うん、テレビとかものを言ったりするけど、確かにそんな 99% の人がそうだから、ただ 1% の人もやっぱ大事にしてあげないと、これはね、よくないよっていうね、分からないもんね、分からない、だから分かるよ、俺は分かるよ、うん、だって分かるもん、分かるよ、うん、まあ、あのその代わりうちの会社はね、面白いことにね、あの 100% の株主は俺だからね全部利益は吸い上げだったのは怖い、見ました、これ当たり前ですよ、これ当たり前だよ、いろんなやつが言ってくるよ、株ちょっと入れさせてって、ね、うちの、ね、代理店さんも言ってくるじゃん、竹那須君にね、ちょっと株 1% も入れさせてよ、うるせてべみたいな態度悪すぎだろいやいやいや、何お前儲けようとしてんだよ、そりゃそうですよ、うちの会社は強いよ、それ口が悪いからな、うん、はいはい、まあそういうことですね、あのまずは21億円みんなボランティアだと思って、うん、あの言ってくるのはちょっと間違いで、そこにはやっぱりあの儲かった時は本当に一緒に儲かろう、うん、一緒に頑張るんで、まあ、それが投資のメリットでもあるのよ、融資っていうのは銀行がさ、うん、お金を貸して、結構銀行っていうのもお金を貸してるけど保証会社が入ってる、だから保証会社がお金貸してるようなもの、銀行ってリスクあんまりないの、そうで、そうやって事業には関わらないけど、うん、あの逆に投資を受けると俺の方にもリスクだから、うん、だからそいつらを成功させないといけないっていう、まあ、確かにあのスタンスになるから、二人三脚じゃないけど、そうそうそう、だから向き合うんじゃなくて一緒にビジョンに向かっていくっていう、うん、向き合うんじゃなくて向かっていくっていうようなスタンスになるから、まあ、そこは一個、ね、メリットとして、はいはいはい、今例えばあの表参道の、ね、美容院でとかね、いろんな話が来てるけども、うん、まあ、その人たちっていうのも一緒にあのできたら、そう、あの今はあの厳しいよ、厳しいけども、この厳しいところ、俺はリスクを出してお金を出すけど、もしそれで儲かった時は一緒にその事業を作っていこうねっていうようなスタンスになるんだ、仲間だね、そう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 、うん、だからそこら辺はもちろんそういった利益を生涯分けないといけない、俺が株を持つ限りね、っていうところはあるよっていうところはみんな押さえた上でぜひ申請をしてきてくださいということです、はいはい、まあ斉藤さん大変だよねあれね、うん、1週間前にさ資金集めてって言って、何にも俺ワイを言ってなかったねで、分かりましたって言って資金全部引き上げて、怖いよね急に、はい、いきなり俺の今日のインスタで21億円、はい、問い合わせは斉藤までみたいなみたいな、20億円持ってどうすればいいんですか、みんなから狙われてめちゃめちゃ今来てるみたいで、あのこれどうすればいいんですかねみたいな、めちゃめちゃな本当に頑張ってるから、まあね、皆さんそこら辺も返信は随時していくのかな、うん、ね、やっていきますよということですね、で、うちは早いです、キャッシュフローも全部早いので、なんでかって 100% 株主だから、うん、そのどこに投資するとか決議を取らなくていいのよ、だから俺がここいいねって言ったらもうここになるわけだから、本当にワンマンで投資としてやっていけますよってことですね、うん、で、ここでですね、投資、じゃあどういうところに投資をしますか、投資を受けやすいかっていう話をちょっとさせてくださいと、うん、これめちゃめちゃ簡単ですと、よくね、うさぎクラスの方にはもうめちゃめちゃ言ってますよね、これはうさぎクラスの方は分かってないといけないです、分かってないともう落第レベルです、これ見た、はい、で例えば皆さん2017年、2018年、2019年、まあ2020年はまだみんな決算が出てないから、その投資っていうのは何に対してするかっていうのは、よくね、年商何十、よくいるじゃん、年商百何十億円ですみたいなね、なんかいるでしょ、名前は言えないけど、年商っていうのはぶっちゃけどうでもいいのよ、年商っていうのは何の指標にもならない、お金、会社っていうのはいくら稼いだかじゃなくていくら残したかとか、ここだけなの、だから言ってしまえば売り上げじゃなくて利益が一番重要って話だよね、で、じゃあ例えば詐欺君が投資家だったとしましょう、今回の21億円ファンドの、いいですよ、20億円ファンドマネージャーね、で、あなたが決めますと、で、じゃあ例えば A 社、A 社があって、B 社があるよね、はい、A 社に、まずは A 社、A 社は売り上げがこうやってボーンボーンって、まあ、50% ぐらい 毎年ね、売り上げが伸びてます、めちゃめちゃ伸びがいいですよね、はい、で、経費がこうやってありますよね、経費で、経費っていうのは2種類あるの分かるよね、はいはい、固定費と変動費、だからカフェで言うと変動費っていうのは飲酒、コーヒー豆の仕入れ、お客さんが来た時にイコール売り上げが上がれば仕入れも増えるから、変動コストが上がる、
で誰も来なければ変動コストが下がる、うん、これが、変動費で、はいはい、で固定費っていうのは家賃は、固定費だよね。家賃っていうのは売り上げが下がろうが上がろうが一定の家賃じゃない、うん、だこれが俺ね不動産でねあの変動型の家賃っていいと思う。あ、まあまあまあそれはいいや、はい、まあまあまあ、そういうのをあって、じゃあこの A 社はですね、うん、売り上げが毎年 50% 上がってますと、うん、ね、で経費は、まあ、固定費が多いです、うん、まあ、売上マイナス経費が利益だね。だこんぐらい利益が出てます、うん、これも売上マイナス経費でこんぐらい利益が出てます、こんぐらい利益が出てます、利益もこうやって上がっていってる。めちゃくちゃいいね。利益も上がっていってると、ね、いいでしょ。利益も 50% ぐらい上がったとしましょう。どう設定だ。例えばね、はい、で、B 社、B 社は、売上はそんなに伸びはないですよ。これ全然ないでしょ。 20% ぐらいです毎年。はいはいはい。で売上マイナス経費で、あの利益がね、利益が、利益もまあまあそんなにないですと。利益もじゃあ 20% ぐらいにしようか。 20% 利益もね、これ見える、あなた見えます。見える、はい、利益も 20% だから A 社は毎年 50% 利益も 50%、はいはいはい、B 社は売上も、20% 利益も 20%、 どっちに投資しますか。これもさっき言ったら騙されない。こっちは伸びてるように見えるけど突っ込んでる、まあ、だからあれだよ、スロットで言うと最初の投資が多いの。だからこれ1000円とかで手かかるわけよく分からない、本当1000円でピカルからこっちがいい。よくわからないけど、まあ、あのどっちがいいかっていうと、そうこっちなんですよ。はいはいはい、結構みんなだとその利益が出てるからとか、うん、売上が出てるからっていうのがみんな結構指標になってるじゃないですか。うん、これめちゃめちゃ重要だから皆さんがあのサラリーマンでも投資できるから、ね、聞いてほしいんだけども、うん、あの何が重要かっていうと、まず利益がどんだけ出てるかっていうのが重要って言ったよね、さっき。でも利益の出方っていうのが重要なんです。だから利益の出方っていうのは経費にあるわけですよ、はいはい、売上マイナス経費が利益だから、うん、で経費の内訳っていうのがさっき言った固定費がこっちは多いのよ、うん、だから、あ、本当だ、そうそう、今回みたいに、ね、売上っていうのはいつ下がるかわからないわけ、うん、だから今回みたいに3分の1に、ね、ここまで売上が落ちましたっていうと固定費は落ちないんだよね、うん、だからこれは赤字になるよね、うん、赤字になるよね。だって固定費がこれで、変動費はさ、人が来なかったらコーヒー豆仕入れないから、うん、ここはなくなるけど売上が3分の1でも固定費はそのままだから赤字になるね、うん、で赤字になると株式会社っていうのは利益から配当をもらうから、うん、ってことは何もないってことだよね。そうだな、利益がなくなるわけ、うん、でもこの B 社は固定費がめちゃめちゃ少ないの、だから売上が3分の1になっても変動費は消えるよね。で固定費が残ってもちょっとだけ利益が出るじゃん、うん、ってことは配当も継続できない、だから潰れないのはある、うん、だからこういうところを見て A 社か B 社どっちの方が強いかっていうと、あの利益、あ、経費の、その詳細を見るとこっちの方が強いよっていうこと。当たったけど見方全然違う。そう、全然見方は違う。8-0で例えるのはよく分かんなかった。いや、僕グラフが分かりやすいけど、はい、ここがいいんだね。そう、 B の方がいい。でもう一つですね、これがあの、まあ、売上利益、言ってしまえば PL の話だよね、うん、もう一つは BS の話で資産です、はい、なんで今あの俺がお買い得かっていうのも全てがお買い得に見えてる、バーゲンセールなんですよ、街中みんなが、もう全部この飲食店困ってんだろうな、買ったのかなみたいな、本当にこんな感じなんだよ全ての。で、まあ、これは飲食店だけじゃなくて企業でもそうだし、例えば製造業、工場とかって、うん、工場の土地ってすごい膨大じゃん、うん、あれの土地って言ったらじゃあ例えば100億円ぐらいになりますと、はいはい、でも100億円になるけども、普通資産っていう資産ね、固定資産とかいう土地をね、資産を使って利益を生み出す。だから資産っていうのは利益、まあ資を生み出すって書いて資産っていうね。ないとダメなんですよ。そう。だから工場を使って、この資産を使って車を作って車が売れるっていうことだよね。はい、でも工場を売ったらお金なんだけど、お金売ったら資産は生み出せなくなるよね。だからこういうところで今めちゃめちゃ工場とかってあの困ってるのよ。何かっていうと、その資産自体はあるんだよ、うんね、資産が100億円あるんだけども売上が作れない、うん、で資産を売ればなんとか生き延びれるんだけども、はい、資産を売ったら売上が作れない、今じゃあ生き延びるか後かっていうね、そうそうそう、だからどうなってるかっていうと、はいはいはい、あのキャッシュフローが回ってない、うんね、だからその BS をあの見せていただくと、その資産で、うん、あ、これ土地を持ってるんだこの会社と、うん、いや土地を持ってるんだけれどもその土地を売ったら事業ができないんだね、うん、美容院とかよくあるじゃん、うん、でだったらそこに
このちょっとねコロナが終わるぐらいの、お金をじゃあ1000万だったら1000万使いますと、はい、で1000万円で使ったら、じゃあ例えば失敗しちゃったとしましょう、うん、最悪ね失敗したとしてもリスクがないんだよ、うん、なんでかっていうとここの資産っていうのは株主のものだから、はいはいはい、分かる。だから株主がこの資産の所有者だから、はい倒産しそうですね、じゃあ解散しましょう、で解散してこのように何十億、まあ、1億円ぐらいの土地を売ります。そしたら、まあ、9000万円は持ち主、まあ、その1000万円ぐらい株主みたいな、で戻ってくるわけよ。だそういう入れ方ってをしたら 100% リスクがないよねっていう、はいはいはい、だからその資産の話とこの PL の話、うん、こういうふうに儲かってるからでもここが落ちてるんだまた儲かるみたいな話じゃなくて、まずは冷静に判断してますから、今までっていうのは正直関係なくて、今現状の状況っていうのが重要なんです。はい、わかりやすいです。わかりやすいです。はい、わかりますね。まあそんな感じでですね、こういうふうな会社にどん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 うちは投資していきますので、まあ該当するなっていうところはぜひですね、うちのまたサイトに連絡をしていただければと。大丈夫かな携帯。はい、思いますね。はい、ありがとうございます。で、ぜひこれ学べると。何が何だ学べない？いや学べるよ。学べるよね。学べる。ただでやるのすごいね。あ、バーゲンセール。もっと言って。それもバーゲンセール。ただでやるのはすごい。言われてます。だから、ね、たとしっかりとコメントといいね。最近なんかみんなサボってくれ、サボってるよね。コメントいい。まあまあまあでも多いんじゃない？まあまあでも、うん、でももっとコメントとかくれると やりがいがあるし、なんかつながってる感があるから。すぐこれするでしょ。こいつもいるからね。あいつ誰かってもう逆算しようか。逆に前インスタでやったじゃん、電話番号で調べ上げたけど、はい、まあ、そういうぜひですね、うん、いいねとコメントをしてくださいということですね。ではありがとうございます。